今のは。が現れただとは。あ、間違いない。旧階層にでかい剣を持ったミノタウロスがいたんだ。まさかあの時の生き残り。それはないだろう。あれから1ヶ月、ミノタウロスの目撃証言は皆無だ。いずれにしてもあなた方が無事でよかった。他の冒険者は。奥のルームで一人襲われてた。あの白髪のガキ、今頃は。アイズ、ちょっと遠征中だよ。ベイとディオナ。すまないがラウル、後を頼めるかな。はい。同じだ、あの時と。君は臆病だね。大丈夫？大丈夫ですか？頑張ったね。今助けるから。助ける、助けられる。またこの人に、同じように
繰り返すように。誰が、僕が、ここで立ち上がらなくて、ここで高みに手を伸ばさないで、いつ届くって言うんだ。いた、アイズ。何やってんだよお前は。行かないんだ。もうアイズ・バレンシュタインに助けられるわけには行かないんだ。僕は今日初めて冒険をする。まあダンジョンで獲物を横取りするのはルール違反だね。あ、あれあの時のトマト野郎が？なんだあいつ、つくづくミノタウロスに縁があるみてえだな。それってアイズが助けた？ああ、ミノのやつ、トマト野郎が恋しくてはるばる中層から来たんじゃねえか。ふざけないでベート。そりゃ助けられたくねえよな。あの時と同じ状況でみっともねえところを見せちまった相手に。よいいの、あの子レベル1なんでしょ。絶対やられちゃうよ。ほっといてやれってってよな。あのガキ男してるんだぜ。また助けられちまったら俺なら死にたくなるね。お願いします、冒険者様、ヘル様を助けてください。おい話せっての。お願いします。バルームちゃん、まだ動いちゃダメだよ。私たちをここまで連れてきただけでも限界なのに。ご本人は必ず報います。イリは何でもします、何でもしますから、ヘル様を助けて。おい、お願いします、ヘル様を、ヘル様。ち、行くのか。勘違いすんな、雑魚なんて助けるのはごめんだ。だが自分より弱いやつをいたぶる雑魚になり下がるのはもっとごめんだ。どけ合図、俺がやる。あれってレベル1じゃないの？一月前ベートの目にはあの少年がいかにも駆け出しに見えた。違ったかい？何が起きやがった？なりたい、英雄になりたい。アルゴノートみたい。英雄に憧れる少年の物語だね。私もあの童話好きだったな。あのナイフ、確かに技物だ。だがそれだけではない、彼の技だよ。本当によくしのいでる。でも攻めきれない。ミノタウロスの肉は立ちにくい。ベル様。ファイアバレた。あの魔法連勝していない。ああ、だが相手が悪い。軽すぎだ。じゃあ手詰まり。
丈夫。してるマインドゼロ、ベル様、ベル様、ベル様。リベリア、あいつのステータスは？私に盗み見をしろというのか？あの状態じゃ見てくださいって言ってるようなもんだろ。なんだよ、早く教えろ。アビリティオール S。 彼の名前は？ベル、ベル・クラネル。